はい、皆さんこんにちは、浦和アーティストです。今日はこちらのグリーンを中心としたアレンジメントを作っていきます。器はこちらのちょっと大きめの器ですね。約2週間日持ちするアレンジメントを作っていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。では早速いってじゃあ早速行ってみましょう。どうぞ。はい、では始めていきます。まず最初にこちらの硫化電動ですね、硫化電動から刺していきます。はい、硫化電動が刺されました。はい、次にこのモンステラいきましょう。はい、モンステラが刺さりました。はい、では次にこの赤ドラセナを入れていきます。ドラセナいつも言ってるように必ずこのように葉っぱを整えてから刺しましょう。これをするとしないとではアレンジメントの出来栄えが全然変わります。そういえば今日もフラワー TV を、見てますという方がいらっしゃいました。とっても嬉しいことですね。なのでぜひね、まあ見かけたら覚えられてください。何かしらお花のねアドバイスとかができればいいなと思ってます。はい、ドラセナが色がありました。で次にですね、こちらのアレカヤシを入れていきます。アレカヤシは割とこのまま入れるとやぼったくなっちゃったりするので、この半面をねこのようにカットする方法、まあ、いろんなことをちょっと踏まえてやっていきます、それで、まあ、こうためて半面カットしたらためて、でまあここの葉っぱをですね手で巻いたりすることによって、このアレカヤシははるかにこう変化をしていきます。はるかにというかすごく変化をしていきます。アレカはこういうフォルムだと思って諦めちゃってる人多いんですけれども、まあ、葉物特にそうですけれども、こうテクニックで変化を作ることができます。なので諦めないでどんどん使ってあげてください。かわいそうですよ、諦めちゃったらね。はい、アレカヤシが入れ終わりました。ちょっとこうアレカヤシのイメージが変わりました。変わってくれたらよかったと思います。はい、で最後にこのポイントでアンスリウムを入れましょう。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。葉物の使い方で随分こうイメージが変わるっていうのは分かりましたよね。また葉物をテクニックで変化させるということも覚えてくださったと思います。まだまだたくさんのこう葉物のテクニックがありますので、ぜひね詳しく覚えたい方はフラワーのレッスンにいらしてください。ではですね、また次回お会いしましょう。 See you next time.